若手の皆さんはもう本当にキラキラと眩しくてありがとうございました。すいません、謎の男なんであまり喋れません。すいません、本日ありがとうございます。私も謎の主婦なので今回あんまり話せることがなくて、はい、よろしくお願いいたします。横で監督はあんまり余計なこと喋らないでくれっていうアイコンタクトをいただいたんで、あんまりこう中身のことは言えないんですけどね、栃木の、そこにいたオープンセットに渋谷のスクランブル交差点を再現して、でやっぱりその寒さの中でね、本当みんな頑張っていただいたみたいでね、本当に見たいでねって言っちゃいけないよねこれも若干触れてしまってるね、中身にね、今ね、大変な撮影でしたよ。あ、お話難しいですね。西島さんと私たびたび共演させていただくんですけど、だいたいかわいそうな奥さん役がずっと多くて、常に西島さんのかわいそうな奥さんっていう役を今まで何度もやってきて、今回ちょっと全く違ったので新鮮でした。何度もパートナー役されてますもんね。全然違ったんですね今回は。そうなんです。そしてこの若手の皆さんはもう本当にキラキラと眩しくてありがとうございました今回の役はまたプライベートがあまり幸せでない刑事なんですけども、ゆり子さんは奥さんじゃないです。別の役で今回はそうですね、新鮮な感じでした。一緒に共演しててもなんか不思議な、今回奥さんじゃないんだなっていう、はい、多分石田さんが一番シーンがご一緒するシーンが多かったんですけど、石田さんに初めてお会いした時に今日あったかいねって言われたんですけど、めちゃめちゃ寒くて僕これなんて言えばいいのかなと思って、人それぞれですよねってお答えしたんですけどそれがすごく、そうだった、はい、そう、どういうことだろう。あれです、はい、最初にリハーサルをした時に多分初めてお会いして、そうでしたね、あの時、はい、あったかくなかったの日、いや、あの日寒かった。そうですか、それが印象的ですかね。本当はいろいろ喋りたいんですけど、ちょっといろいろ喋れないんで、皮膚感覚は人それぞれですからね、はい、はい。